本日からここで働かせてもらうことになっている小島だ。小島様、お調べするので少々お待ちください。アポはすでに取ってある。早くしろ。早くしろ。図体がでかいとこうも鈍いかね。お名前の確認が取れました。こちらへどうぞ。なかなかいいオフィスじゃないか。ありがとうございます。部長をお呼びしますのでこちらでお待ちください。ああ、あまり待たせるな。もしもし小島だ。商談の話？知らない。俺は入ったばかりだ。あ、またかけ直せ。もしもし小島だ。クレームか。黙れ。ああ黙れ。俺は入ったばかりだ。何も知らない。またかけ直せ。てめえ、何新入社員のくせに勝手に電話出てんだよ。ずいぶんと口が臭いが、病気か？は？なんだお前その態度。俺の名前は小島だ。お前も早く名乗れ。お前知らないのか。聞いて驚け。俺が部長の山田だ。そうか、よろしく頼む。こいつ侵入者なんだよな。まあいい。おい来い、お前の部署はこっちだ。ほら来い。早く。お前ら、うちの部署に新人が入ったぞ。おう、マジっすか。よろしくな。またすぐ辞めんじゃねえか。小島だ。この部署は随分と汚いな。それに臭い。おい、お前の席はあの奥の席だ。言われなくても座れ。おい、お前何やってんだ。なんだそれ。だよそれ、机の上。最短距離で移動しただけだ。気にするな。部長、どうなってんすか、あいつ。うわぁ、なんであんな奴が入ってきたんだろうな。大体、なんであいつ新人のくせにタメ口なんだ。まあ、あいつに仕事を押し付けてきて、俺らはこうやって休憩できてるわけだし、我慢しよう。まあ、そうっすね。いきなりあの寮の仕事とは大変だろうな。新人にとって地獄だろ。地獄だ。
よし、そろそろあいつの進み具合を見に行くか。行きますか。よし。もう終わってきたね。いやー、だじゃねえか。いや、どうだろうな。小島という新入社員を今すぐ辞めさせてください。大体なんであんな奴がうちに入社できたんですか。お前はあいつの履歴書を見たか。いや、それは見てないですか。あいつの学歴や職歴、持ってる資格の数などかなり優秀な人材で間違いない。あいつがですか。まあお前らに扱えなさそうなら俺が出るしかないだろう。うちの会社で随分好き勝手やってくれてるみてえじゃねえか。正直申し訳ない。いいか、俺はお前の能力を買っているんだ。それは分かっているよな。ああ、そこは正直感謝している。よしよし、さすがナイツも社長にはビビってる。だからこそ組織の一員として頑張ってほしいんだよ。ああ、その言葉重く受け止めさせてもらうよ。悪かったな社長。まあうちの社員一人一人俺は家族だから、何か困ったことあったらいつも相談に乗る。言ってくれ。うん、ああこのまま一生忘れます。頑張ってくれ。期待してるだ。おてらめってんじゃねえよ。サングラスかけやがって。ああ、ごめんなさい。ああ、ああ、ラッソのサングラスかけやがって。ああ、おい、小島。大好きだぞ、大好きだぞ、大好きだよ。大好きだぞ、大好きだ。よし、クビだ。怖い。小島、君は残念ながらクビだ。送別会はどこでやれ。やらない。そうか。
やっぱり俺には教師が一番向いてるみたいだ。